皆様こんばんは。久しぶりに髪の毛をめちゃめちゃ短くした元男の子の青木かのんです。皆さん見えないでしょ。さあどんな髪型になってるでしょうか。こんな髪型、そしてもあ、じゃあそしたら、あ、それか、それともこんな髪型。青木かのんの新しいヘアスタイルはこちらです。やばくない、これやばくない、短すぎない、大丈夫かな。はじめまして、青木みちこです。まさかこんなに短くすると思わなかったんですよ。ここ最近髪の毛マンネリ化してきたっていうか、なんか飽きてきちゃって、ロングも女らしくていいなと思ってたんです。ただ、バッサリ切っちゃうみたいな、なんかそういう感じになったんですよ。こちら覚えてますでしょうか。私はショートカットにトラウマがあります。もう散々いろんな人に、なんだこのヘルメットみたいな髪型みたいな、もうディスられまくったんで、私はショートカット絶対似合わないんだろうなって思ったんですけども、いや待てよ。私がめちゃめちゃ憧れている上野樹里さんとか、本田翼さんとか、ショートカットだろ？憧れてんだったら私似合うんじゃね？みたいな。もうそういう境地に至りまして、早速ですね、美容師のパパさんに、髪の毛がもうマンネリ化して生きていけないよーって。そうだな、髪の毛ちょっと短く切ってみる？みたいな。え？何センチぐらいですか？ 20 センチぐらいいっとく？え？っていうことになりまして、それで私は断髪したんです。結論から言うと、めっちゃ良かった、似合わないんじゃないの？みたいな思ってたんですけども。まさか。だって私の今までの動画とか皆さん見てくださってる限りだと、ロングヘア、むしろセミロング以上じゃないですか。やっぱ元男の子だから、髪短かったら男に戻っちゃうよねみたいな。女の象徴であるその髪の毛、まあ武器だからそれを装備しとけばもう無双できるじゃんみたいな、なんかそういう感じになってたから、私は髪の毛をロングにしてたんですよ。だって2017年の頃とかやばいですよ。後でちょっと画像出しますけども、トイレ座ったらトイレの便器についちゃうんじゃないぐらい長かったの。本当にせっかくだから、こちら青木かのん髪型遍歴。今まで私がこの女になってからしてきた髪型を見ていって、皆さんがねお気に入りの髪の毛を選択していただくみたいな、まあそういう感じです。女性ホルモン剤とかがどれほど効いたのかみたいな、なんかそういう目安にもなると思うんで、また見ててください。でまずはですね、じゃあ1枚目いきますか。私もう写真まとめてるんで、最近タブレット便利だなと思ってもうこれ活用してます。まず1枚目、ドン、なんだこれ、小島よしおじゃねえか、あっぱこれはもうただのおふざけですよ。これは高校2年生の時の修学旅行の沖縄で撮った写真ですね。もう他校の生徒をね、こう、もう威嚇しまくってなかった。じゃあ本当に真面目にいきます。ドン！この髪の長さ的にはね、あんまり変わんないんですよ、今と。ピンクパーカー野郎みたいな感じですけども、これはちょっと微妙だな。男と見えれば男としても見れるし、ちょっとスポーツやってる女の人なのかなって思えたりもするんで、まあ、そんな感じです。髪の長さ的には変わんないけども、前髪の厚さとか、結構今、シースルーっぽく今してるんですよ、今の。トレンドですよね。トレンドですよ、トレンド。だから、ちょっと変わってるのかなって、もうすべてはね、パパさんのおかげですからね。で次は、結構これいい感じだと思うんですけどね。これ飲み屋時代に働いてた写真です。これ髪の毛を結構耳にかけて。ただこの時ってやっぱり飲み屋で働いてたから、先輩とかにすごい化粧を教えてもらったんですよ。てかむしろ先輩にアイメイクとかやってもらったりしたんで、あとヘアメイクも。だからこれ自分でやったってよりかは誰かにやってもらったから、これはあんま参考にならないかもしれない。で、飲み屋を辞めた瞬間にこれです。こいつのせいで、私はいかにこの2、3年間、ロングヘアでいたと思うんだ。このショートにするイコール、これになるっていう、ドラマがあるんですね。なので、いや、なかなかやんなかった。だからパパさんにも、絶対、やめてくださいよ。これやったら私もう死にますよ、みたいな言ったら、いや、大丈夫大丈夫、みたいな。まあそんな感じで、で次。これはもう髪の毛結んでるか、これはね、そうですよ。私は、こんなに言葉を噛んだりとかしてますけども、もともと女子アナウンサーでした。今回ご紹介これもうヘアメイクさんにやっていただいたんであれなんですけども、参考になんないな。その当時の写真がこれですよ。この潜在写真ですよね、私の前の。もうパッツン修行主義みたいな感じだったんで、至上主義かしてたんで、かなりこの辺までパッツンで、ただプライベートの友達とか学生時代の友達に会うと結構ズバズバ言ってくるのね。これダサいとか、もう普段こういう仕事モードで会う人たちは行ってこないんですよ。気を使われてね。プライベートで会う友達に、あ、前髪ダサいね、みたいな。もう会ったしょっぱな第一声がこれなんで。で、私は重い前髪をやめたんです。
ちょっとこの、なんだろう、シースルーっぽく、今のその、トレンドですよ。いや、トレンドってやっぱいいね。で、次。これ2017年です。これ2017年の私が、YouTube を専業でやり始めた頃の見た目なんですけども、すごいしっとり喋ってて、女性からは気持ち悪いから、喋り方やめてみたいな。なんかぶりっこしすぎって、今になって私すごい、反省しております。あの頃は自分の動画のキャラがわからなくて、とりあえず、女らしくしなきゃいけないんだ、みたいな呪縛に取り憑かれてたんで、普段からああいう感じじゃないんです。普段多分結構今素に近い多分こっちなんですけども。これもパッツン市場主義ですね。で、これも最近です。去年です。だんだんこのなんか自分でヘアセットをし始めて、耳かけしたりとか、前髪分けたりとか、ちょっとずつ変わっていったんですけども、微妙に前髪ちょっと隙間ができ始めてません。まだ濃いけど。ね、見えません？で、これが最近ですね。どうでしょうか。だいぶ詐欺ってるこの写真なんですけども、私の中で、なんか服装めっちゃ選ぶなと思ったんですね。例えば、パーカーとか着たりとか、なんかそういう時、こういう髪型じゃ全然似合わないし、なので、ちょっと窮屈になってきちゃって、私の中で。それで、モヤモヤが溜まって、今みたいなこんな感じにしたんですよ。これだったらさ、なんか髪の毛、なんか耳かけしたりとか耳かけしなかったらなんかこういうボブっぽくなったりとかなんかいろいろできると思うんですよ。これで耳かけたらなんだろう結構そのいろんな私もみあげなんか濃いんですよね。ちょっとやめてほしい。ゴミがついてるみたい。あ、薄い。あ、意外と薄かった。あ、薄かったです。まあそんな感じで髪型がちょいちょい変わってきたんですけども、もしかしたらまたこの髪型にマンネリしてきたら伸ばすかもしれないし、もっと短くいっちゃうかもしれないんですけども、まあ、今しかできないと思うんで、なので皆さん何かアドバイスとか、もしくはそのこの髪型の感想とかいただければめちゃめちゃ嬉しいです。最後にですね、この切った直後のパパゾンとネット動画をおまけに載せておきますね。なのでエンディング終わったらぜひそっちのおまけ動画見てください。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、ぜひ画面の下からフォローしてねー。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ、こちら、どうぞ。てか、めっちゃ切りましたね。うん、こんぐらい、どんなもんですか、これ。ね、いっぱい計何センチぐらい切ったんですかね、トータル17、8センチ。やばい、17、8センチ。こちら現場でございます。いかがでしょうか。今回はですね、いつもお世話になってるパパさんに切っていただいたんですけども、めっちゃなんか私の中で しっくりきてるんですけど、どうですか。こんな朝初めてですけど、いいと思いますよ。はい、私は今ソニーミュージックさんの会社にあることをしに来ました。そのことは後日報告させていただきます。このスマートフォンの画質と手ぶれいかがでしょうか。今普通に手に持って歩いてます。一眼鏡でちょっとね、2年前の携帯で今撮ってるんだけど、どうかな。ソニーミュージックさんの会場に行った感想は、みんなすごい細くて可愛かったです。私みたいな肉まんが来ていいのかなと思いました。以上、ソニーミュージックさんの会社に来たというお話と、このスマートフォンの画質を皆さんに評価していただきたいので撮ったというお話でした。皆さん感想をお待ちしております。バイチョリさん、めっちゃ恥ずかしい。まだチャンネル登録していない方で、これからも私の動画を見ていただける方は、チャンネル登録ボタンお願いします。